身長ビヨーン。さて本日は全身全霊で身長に関することを発信していきたいと思うんですけども、今日はですね、身長先生の身長診断ですね、こちらの方ですね、2024年7月からですね始まった新しいサービスですね。皆さんの最終身長が何センチになるかとか、治療を受けたらどういうふうな身長が得られるのかとか、そういったのね、一目で分かるようなサービスなんですけども、こちらの方ね、スーパーモニターの方に来ていただきました。よろしくお願いします。ということで、関東の方から来ていただいてて、エッサっていう表現でよろしいでしょうかね。はい、ということで、お子様の年齢は10歳と一応8ヶ月になります、はい、いますので、まさにね、今ね、身長が本当大きく伸びる、ね、時期になってくるかなと思うんだけど、いわゆる思春期がどれくらい進んでるのかなとか、そういったところまで身長診断で見ていきたいかなと思いますので、モニターさんですので、ぜひね、いろんな感想を率直にお伝えいただいて、YouTube の皆さんに、ね、お届けできればと思いますので、ご協力よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは早速じゃあ始めていきましょう。1番目のここ、何が何でもなりたい身長は何センチだったかっていうところが大事になりますので、はい、ここちょっと莫大なもの書かずに、最低限絶対この数字だけは譲れないんだっていうところを書いていただくと、より詳しいものを書けるかなと思います。わかりました。私たちがおすすめしているのはですね、お母さんでもお父さんでも親が舵取ってあげるって、数字決めてあげるっていうのが大事なことかなと思いますので、わかりました。じゃあおすすめしてはい、すでに身長について相談されたことあるんですね。韓国に今住んでおりまして、韓国の、そういう成長クリニックっていうんでしょうかね、に行けるところに、そうなんですね、行ったことがあります。ちなみに今日ってそちら、そういったか身長にかかっている病院 の検査結果とかデータとかってお持ちですか？精密検査はしてなくて、簡単に向こうでもインバディっていう機械があって、インバディですね。そうです、それです。はい、それで簡単に身長と体重のデータと合わせて、で、お父さんお母さんの身長とっていうので出したことはあるんですけれども、そんな簡単、採血とかはしないんです。身長に対して診断したことあるとかして、その結果とかを持ってきていただくと、より診断解析するときに詳しい予測身長が出せますので、今ちょっと聞いた感じです。すいません、説明が分かりにくくて助かります。ありがとうございます。身長診断の流れっていうのをご説明させていただきます。今ここ書いていただいた身長診断当日っていったところで、問診あったりとか、採血あったりとか、レントゲン撮影、身体測定、あとインボディですね、こういったことを今日は30分ぐらい、今日はちょっと撮影してるのが長くなっちゃうんですけど、実際は大体30分ぐらいでやらせていただきます、でこれ 2,3 週間後ってなってくると、こういった身長先生の身長キットって言って、こういったなんかものがご自宅に届いてまいります。中身を読んでね、いただいた時に、結構この内容で満足したな、もうなんか治療とか別にしなくていいなっていう方は、予測身長でちょっと変わってきますので、1年に一度受けることっていうのをお勧めしております。治療を受けてみたいけど、ざっとだしなんかよくわかんないので、もうちょっと勉強したいなって思う方は、身長塾っていうなんかセミナーみたいなのやってますので、そちらを受けていただくっていうところ、すぐ治療したいっていう方は、これでやっと初診が受けられるっていう形になってまいります。それでも初診料って33,000円なんですけど、治療費、やっぱここ自費診療なので高額になるんですね。で絶対10万以上いくんですよ、サプリとかなんとかでもね。治療費10万超えた方は、初診費、初診料ただでやってますよ、3300円分費は利益になりますよっていうことですので、ぜひご検討くださいって言った流れです。じゃあこの後ですね、この当日の流れをちょっとやっていきますので、お願いします。じゃあ入っていただいて、ご本人はここの黒い椅子さんで、お母様はちょっと狭いんですけど、ここの扉を置いていただいて、じゃあ黒い椅子座ります。靴下と靴脱ぎます。でマスクも取れたらちょっと大丈夫ですよ。よし、じゃあ測っていきましょう。でお母様、ここに数字が出ます。電子のこれ身長計がありますので、一緒に数字確認してください。わかりました。じゃあここでかかとつけて真ん中立ちます。おおまっすぐ前見て、そう129.1、もう一回測るよ。129.3、129.4、どんどん身長伸びてくる。まっすぐ、まっすぐ前に。129.4、129.4ですかね。はい。椅
つもこんな感じ。そうです、はい、でちょっと確認、機械壊れてないか確認するために手動で測らせてください、はい、さっきと同じ感じ、うん、120、そうですね、一緒ですね、129って、はい、壊れてない、確認しました。はい、で今度こっち、かかとをここに乗せてもらって、今おいくつですか？10歳。はい、ではお母さんもこちら一緒にご確認ください。はい、身長 129.4cm、はい、20歳女の子で、今日測らせていただきます。はい、親指を銀色のところに当てて握ってもらえる、うん、そうそうそう、こっちもそう、腕伸ばして、そうそう、そのまま少し前進としててね。腕の体が接しないようにしてください。こちら今ね、お母さんもご存知かと思うんですけど、はい、インボディで体組成測るものですね、はい、あの筋肉量だったり体脂肪だったり、はい、測るものですね。はい、じゃあ大丈夫で、靴下と靴履きます。こんな感じで出てくるものになります。さっきのちょっとお部屋戻ってお待ちください、はい。はい、それですね、まあ、一緒診察をさせていただきたいと思います。で、これスーパーモニターさんですよ、私がやるんですけど、身長診断会社私はやりませんので、そこ十分ご注意ください。でちょっとね、簡単に質問していきたいと思います。今までお病気とかされてないですか？大丈夫ですか？はい、うん、病気はしてない、まあ、特になんですけども、他のクリニックさんで身長治療の治療とか受けてないですか？大丈夫ですか？韓国なんですけれども、うん、で青少年成長科っていうところで一度検査はしていただいたことあります、うん、簡単な、うん、検査だけですね、はい、分かりました。こちら本日皆様で何かある場合必ずお伝えください。例えばご家族で特に大きな病気された方いらっしゃるんですか？大丈夫ですか？はい、いないです、はい、特になんか低身長で悩んでる方とかいないですか？大丈夫ですかね？いないです、はい、アレルギーはどうですか？アレルギーはないです。はい、なんかお薬飲んでたりします？大丈夫ですか？なんかアレルギー薬とか飲んでないですか？大丈夫ですか？はい、飲んでないです。じゃあ特に問題ないと思います。じゃあお疲れ様でした。針抜くね、ちょっと痛いかも。大丈夫。はい、お疲れ様でした。おしまい、はい、いいよ。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お名前教えてください。はい、ありがとうございます。ちょっとね、レントゲン、はい、生地を巻いて、そうそうそう、ね、手をパーにして、力抜いて、じゃあこのままね、ちょっと下の板を動かすね。このまま手を動かさないようにお願いします。はい、じゃあレントゲン取りますね。じっとしててください。あと2分ね。ちょっとそのまま待っててください。はい、じゃあ次ね、背骨のレントゲンを取っていきますので、ちょっと両手こうやってもらっていいですか？ちょっと腰を下げますね。手を下ろしてください。でこのままね、自分の力で立っておいてくださいね。はい、終わりです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、ではこんな感じでですね、手のひらの写真が撮れて、これともう一つですね、背骨のお写真ですね、撮ったので、この後解析のタイミングでですね、目視とあと放射線技師さんのもので年齢を解析していきます。ここまでは検査のところですね。でそれが実際検査の結果を、解析していく、今日はそのシーンになっていきます。で解析も実はいきなり私が解析するんではなくて、コンサルタントの人にまず下地を作っていただきます。でそれを私の方がチェックしていって、まあ、手直しをしていって印鑑をして OK サインというような感じですね。でその出来上がったらボックスに入れて皆さんのところにお届けするんだけど、このボックスの中に入れる、結果、検査結果ですね。で検査の結果の中身は、こういうふうないろんな資料が出てきます。で一番重要なのが、この身長先生の身長診断の結果概要資料で、この資料が一番大事になってきて、とりあえずね、すっごいいっぱい資料皆さんお渡しします。なので、まあ、なかなかお分かりいただけないと思うんだけど、まあ、その、身長先生の身長診断の結果概要資料の中でも、特にこの4ページの部分ね、そこの部分を皆さんに見ていただきたいので、そこの4ページの部分を、ここを見ていただいて、ご理解いただけるような形でします。ただ、もちろんね、他の部分もいろんな情報をお渡ししてますので、まあ、そこまでぜひ熟読していただくことをお勧めしたいと思います。
思います。じゃあね、この資料の中を今から一緒に作っていきたいと思います。それではチェックしていきましょう。はい、ということで、この子は10歳と8ヶ月、129.4cm の 24.3kg、対象物 19.8% で、昔韓国で検査だけやったってことですね。遺伝身長が161と、お父さん175、お母さん160だ、結構高いんだね。目標が155cm と、そんな高くないですね。両親の予測としては145か155cmになるかなというところになってきます。で、お胸の発達、乳房発達は10歳と5ヶ月ってことで、まあ、早くはないよねと。で、骨年齢が一応、今長い、これ、私、チェック前のデータですね、10歳と6ヶ月ってところで、キャスマスの方も 10.67、11.11 っていうところですので、まあ、ここが正しいのかどうかチェックしています。これだとあんまり半熟判定にはなってこないんだなとかって思いながら見ていきます。採血の方も先にちょっとババーっと見ていきます。肝臓 OK、腎臓 OK、糖尿病 OK、ALP268 ね、TIBC378 の、ビタミン D は 28.9 の、白血球6600、血脂基礎が 13.0、LH が 0.07 の、FSH1.42、ここはやっぱ低めだね。後で細かく見ていきます。まず今ざっくりと見てます。 TSH2.6、1.44.1、 これも全然問題ない。これが異常値全然問題ないですかね。テストステロンもちろん無視。 E2 10未満、フェリチン48の、アイが73の、ソマトメジンが195、こんな感じね。じゃあそしたらまずこの子に関して言うと、レントゲンでまず骨年齢、これが合ってるかどうかを一緒にチェックしていきたいと思います。はい、ということで、骨年齢はね、一応コンサルタントの評価が10歳と6ヶ月で、キャスマスは 10.67、11.11 なので、キャスマスの方は変更させません。で、こちらがキャスマスの結果ですね。で、こちらの下にかけて 10.67、下が 10.67 の、B モード 11.11 ってことで、ここからね、あまり早熟じゃないし、晩熟でもないんだなぁ、みたいな印象ですけども、これ今のキャスマスってデータで、今度はこの TW2 ってやつですね、こっちの方で評価していきたいと思います。で、TW2 の場合は頭骨から末節骨まで13個の骨を超えて評価していきますので、コンサルタントにもチェックしまってるんだけど、それを私の方で、まあ、コンファーム、本当に正しいのかどうかを見ていきます。まあね、どの動画でも言ってるんだけど、そういう風にコンサルタントにいっぱい仕事をしていただいてて、初めてこの、新潮先生の仕事が成り立ってますね。ぜひコンサルタントの応募もお待ちしております。最終新潮が予測できるようになっちゃったりとかね、これは仕事の制度ではないと思うんだけど、そういう風に自分たちにもどういう風になるのかって、新潮の勉強めっちゃできますから、子供のために役立ちしたいと思う人はぜひご応募お待ちしております。で、こちらが、コンサルタント評価が F になってきます。で、これ F でいいですね、結論から言うとね。これどういうことかって、こういう風に表があったら、だんだん骨って出来上がってくるんだけれども、20線が出てくると G になるんだけど、20線がこれないパターンになります。で、ただこれ20線ないと言っても、これ早々近い時期に、20線になるパターンですね。これ撮影の角度によってもしかして20出るかもしれない。これがこうなる、海外とか海内っていうのをすると、ちょっとでもするとここのラインが出てくる可能性があるタイプになるので、まあ、F の中でもどちらかというと G 寄りみたいな表現だと思います。で、次こちら尺骨の骨を見ていきましょうってことで、これはね F と E って書いてあるんだけど、これはね全然 F で E です。で、こんな感じでこれも同じようにして ABCDEF っていうふうになってくるんだけど、この F っていうのはここで遠回りができることを意味してるっていうふうに記載があるんだけど、これはどういうことを意味してるかっていうと、まあ、いつも常日頃お伝えしてるっていうか、骨端線形の動画で説明してるんだけど、骨が立体構造化しているっていうことが重要になってくるんですね。で、これはだからつまり上側に凸、上側に立体構造化が進んでいるよねって意味になります。それに対してこの骨っていうのはちょっと細かく見ていくと、ここにこういう風にラインが入ってるね、こういう風にラインが入ってる。っていうことは、これ多分おそらく手前側に立体構造化が進んでるってことなんだね。だから、ここはここも立体構造、ここも立体構造化ってこと、これは立体構造化がしっかり進んできてるよっていう説明になるので、これは EF で迷うんじゃなくて、これしっかり F です。なので、どっちかというと骨の年齢が進んでるねなんていう説明になっています。ただ別にこれ EF って評価してもそんなに問題じゃないです。ただ私みたいにクソ細かい先生に関して言うとちょっと気になるなってね。これは G 評価ですけど、私もこれ G でいいんじゃないかなって思います。この角度、ここにキャップが少し出てきてるんで、まあこれ G としましょう。まあ FG でもいいけど、まあ G でいいでしょう。はい、次こちらの方。これは F 評価をしてもらってます。で、これは F 評価でいいです。で、一個一個どれくらい細かく説明するか皆さんちょっと難しいところなんだけど、ただこれぐらいめちゃめちゃ一個一個こだわって皆さんのレントゲン見てるんですよね。そこが伝われば私嬉しいかなと思います。で、これに関して言うと、まあ、ここのキャップの部分ね、キャップの部分と、もう私なんかこんなの見まくっていうか、もうこう計測しなくても分かっちゃうんだけど、こっちの方が小さいでしょ、上の方がね。こっちが 1.02 ね。で、こっちが 1.06 でしょ。ってことは、上の方が小さいわけ。ってことは、これは上が大きいのは G になるからね。上が大きいのは G。上の方が小さいから、この時は F。で、2つラインが入ってるでしょ。だからこれ F でいいよってこと。
とね。でここら辺もこれはあれこれ F って取ってるけどこれ G だね。ここはしっかりとこうキャップ構造が入ってきてるのでこれはやっぱり G と評価する方がいいと思います。なのでどっちかというとコンサルタントが評価してるより私の方がやや厳しめの評価になってきてますのでもしかしてこれもうちょっとこっちで厳しいかも、まあ、そんな風にしてみていきたいと思います。でこちらはじゃあこれ FG って評価しますね。むしろこれは私 F でいいんじゃないかなという風に思います。まあこれは G じゃなくていいんじゃないかなと。まあだけど FG って評価しても問題ないでしょう。これに関して言うと F って評価でこれ私が見ても F でしょう。これも F でいいんじゃない、別に G って評価する必要ないんじゃないということで、ここら辺のコンサルタントより私はむしろ若めの評価かな。ただ大きく変わるようなものではないよねって説明です ね。これ見ていただくと分かるんだけどうちのコンサルタントは超優秀な皆さんこの分かんないじゃん。だけどねこうちにいるとめっちゃレントゲン見させられるからですね、皆さんもだん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 このレントゲンで読めるようになっていきます。でこちら第3中節骨これ G って書いてあるけどこれも F でいいね。これちょっと G って取るのはちょっと厳しすぎますのでこれ F です。第5中節骨なんだけどこういうふうに変形してるというか、骨が読めないパターンも結構多いです。その場合は第4で見ますので今回これ第4で見てみると、まあ、F でいいね、はい、いいと思います。で次はっていうこうやって見てみるとこれも F でいいね、まあ、G 取ってるけど、まあ、F でいいんじゃないかな。これは余裕で F だね。まあこうやってバーって見ると FF、GFG、FG、FF、FF、FG、FF ってことで、まあ、これが最終的な結果になります。でこれを、もう一回骨年の方で当てはめてみるとこれだと確かにあんまり優しい評価にはならないのかな。これで見ていくと G もチラチラあるもんね。一応コンサルタントの方に10歳6ヶ月の評価いただきましたけど、まあ、確かにこれ10歳6ヶ月ぐらいかな、ほとんどねいいんじゃないかな。ということで今回に関してコンサルタント10歳6ヶ月の評価していただきましたけど私が見ても最終的に10歳6ヶ月というふうに評価していきたいと思います。じゃあそしたらこれらを踏まえて最終診療をちょっと予測していきたいと思います。で最終診療予測です。現在の身長、過去の身長、メンタル検査、新規症状、採血の結果、いつもの項目で見ていきたいと思います。はい、じゃあここのですねさっきお伝えしたけどその検査結果のまとめってとここが一番大事なのでここを読んでいきたいと思います。今回実年齢10歳8ヶ月です。骨年齢10歳6ヶ月です。性ホルモンの検出はなくとかこれはね本当本当に難しい。であのねこれはあの今回の件だけじゃなくて女の子ってとりあえずねこの早熟晩熟の判定が男に比べるとめちゃめちゃ難しい、はっきり言って。だからこれだけでなんかこう晩熟とか言い切れないというか春季にまだ入ってませんのでこういったことなんか言い切るのがすごく難しい。今回はその E2 の検出はありませんでしたっていう、だから性ホルモン検出はありませんでしたという表現ですね。特にその最終的に私が判断してるのはこの E2 っていうのが出てるかどうかが重要だというふうに思ってるんでそれはありませんで、だからそれに対してそれがすごくなんか意味を持つものかというと意味を持つものではないよと。だからこの後のコメントはないのが適切。次は、原則晩熟で早熟の方が、身長が低くなります。今後の春季症状については注意し、これは本当にその通りで、まあ、これよく皆さんお伝えしてるんだけどやっぱ今後も定期的に、採血の値とかを見ながら、早熟なのか晩熟なのかを常にこう見極めていく必要がある、ね、どっかである意味確定する前に治療介入していくのも大事だよ、ね、ある意味さ確定したらさその時点でもう終わりなんだ、変な話だけどね。次亜鉛鉄ビタミンで理想値も低いって書いてあるんだけど、これは例えば亜鉛に関しては73でしょ、これ理想値100以上ね、これやっぱ低いよねって。ビタミン D も 28.9 なんだけどこれもやっぱりね40以上ね、本当にできれば50以上だけども40以上とか持ってきたいし、鉄の方に関しても、フェリチン48、まあ、一応50以上が目標ですね、うん、というところで見てみると、まあ、そういったところは、改善していくとよりいいでしょうと。成長ホルモンとサプリメントの適用にあるよ。今回に関してはリュープリン、いわゆる春季コントロールするお薬に関して言うと現状としてはこれだと確かに適用なしで私いいと思いますので、まあ、やるとしたら成長ホルモンとサプリメントで最終予測が 147.1 か149で、これも間違いないと思いますので、今回一応目標が155なんですよね、まあ、その155に本当に到達したいのであればやっぱり成長ホルモンまでやるべきだと思います。ということで、身長成績成長ホルモン治療の効果予測って書いてあるとこれが3から10の上乗せが期待できますが、目標身長155cm であるならば成長ホルモンまで検討されていく、これは正しいかなと思いますので本当に今回は、コンサルタントの文章すごくいいと思います。唯一ここだけはそのこれだけをこれを持ってね晩熟と言い切ったりとか、そういったことを言い切るのは少し早いかなという早いかなというか不適切かなという表現だと思います。ということで、5ページ目ということでここからが、資料の、追加資料の部分ところですね、チェックしていきます。最終予測147.1が 149.6 でこれ OK で目標は155だからその差が 5.4 から 7.9 ということで、まあ、5センチ以上ね差があるのでやっぱこういった場合は本当に目指してるんだったら治療した方がいいと思います。でこれはまたね受診していただいてから皆さんに説明しますけど私ね全然そんなねみんなに、ね、成長ホルモンやれ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 なんて別
って思ってないです。ただ、結構ねここに成長ホルモンまで検討されるといいと思いますってコメントを出す機会が結構多い。それはどういうことかっていうと皆さんの目標が高いんだよね。で目標が高いのは全然構いません。で目標高いのは素晴らしいことね。人生やっぱさ目標高いくしないとそれ以上の結果ってなかなか出ないことが多いからいいんだけど、ただ本当に目指すんだったらそれ相応の努力というか何か介入というかまあそういったのも必要だよねっていうことは言えると思います。で、まあ、ここのやっぱ目標を何度も何度も見直していく、それってすごく大事だと思う。でこれって全然しょっちゅう変わって、まあ、しょっちゅう変わるのよくないかもしれないけど別に変わってもいいわけだよね。だから東大目指したけどやっぱり医学部行くってもいいし、医学部目指したけどやっぱり工学部行くでもいいし、なんかそういう風に変わってもいいんだけどやっぱりその都度都度目指していくものっていうものがあるのが重要だと思います。思春期コントレイクとかは適用外でサプリメント 1,2 センチぐらい上乗せかなってところで、成長ホルモンだと3から10センチは最大の上乗せってこと、まあ、ここら辺もいいと思います。で価格はもちろんチェックしまって大丈夫で、採血レポートのもです、ね、ここもさっきバーッとチェックしたけど大丈夫なので一応チェックバーッとしていきます。成長ホルモン195ってことで、これ、基準値155か580は問題ないと思う。ただすごくいっぱい出てるタイプではないなってところと、ここら辺もねなんかいわゆるちょっといわゆる低い子の、印象を受けるよね。身長低い子ってこういうちょっとやや低めのことが多いんだよねやっぱりね。 ANP268 ってことで、まあちょっとこれ評価本当に難しいです。次 I73 これは補充しましょう、ビタミン D も補充しましょうと、鉄分サキット補充しましょう、これは補充した方がいいでしょう。冷え症は特に問題ないね。血色素測定これは問題ないですね。甲状腺も異常なし、E 通行10未満ということで検出なしということで、肝機能とか、腎機能とか体糖の異常とか腎臓とかそういったのは問題ないということも言えると思います。で今回の資料ねかなり完璧だったと思いますので、このままねコンサルタントに、さっきの資料に、落とし込んでいただきたいと思います。はい、じゃあね、成長シートを使いながら今の情報をもう一回振り返っていきたいと思います。まず一つ目のね最終身長を予測する項目として現在の身長で、現在の身長10歳と、8ヶ月 129.4 センチだとそのお子さんは平均的と 148.3 になるんだよって説明ね。これに対してこれより もっと上振れするケースもあれば下振れするケースもあるよねってことで、まあ、どっち側に行くかなって検討してる。で過去の身長を見ていくと、過去の身長でこうやってグーッといってこう落ち込んでんだよね、この大体7歳6ヶ月ぐらいってことで、こういったどっちかというと通常は半熟タイプってところでここを折り返してくるんだけど、ただ思ったより骨の年齢が若くなかったと。で10歳6ヶ月って評価をしているので、まあ一応ちょっとだけっていう表現かな、だけどまあほぼ年相応っていう表現ですよね。そうするとあんまりめっちゃこっちに来るわけじゃないなっていうところを思います。でここで採血の結果をちょっとチェックしていきたいと思います。で採血の項目よく見ていくのはこの LH が 0.07、 FSH 1.42 の E2 ね、エストロゲンね、これが12番ってことで、ここからあんまりすごく進んでるってわけじゃないから、まあ半熟と言ってあげてもいいかなと思ったりもします。一方でこの子の、春季症状のいわゆる臨床症状ね、臨床症状を見ていくと、乳房発達が10歳と5ヶ月っていう説明になっています。で10歳5ヶ月がじゃあ早いのか遅いのかっていうところはこういったデータですね。乳房発達9歳未満と超早熟には該当しないし、12歳以上だと超晩熟ってところで、ここからもね、やっぱり超晩熟じゃないんだなって説明になります。じゃあそれを踏まえてなんだけど、最終身長何センチになるかと言われると、一応コンサルタントの予測と私は147か 149.6 って書いたんだけど、これはねやっぱね私も正しいと思います。今回ねこっちに行く可能性も期待できると思います。正直言うとね半熟っぽい雰囲気感はある、雰囲気感はあるんだけど決定打がないというか超半熟ではないから、骨年齢がそんなに半熟じゃないんだよね。だから今日付けで予測するとどうしてもこの範疇、いわゆる下に下ろして2つ分っていうやつね、これよくやるパターンだけど、これが正しいと思うので、今回コンサルタントの予測正しいと思います。で最終身長の予測は 147.1 か 149.6 と、身長先生式成長ホルモン治療までやると最大10センチの変化というふうに書いてあります。で今回骨年齢が、10歳と6ヶ月なので最大で4年ちょっと治療できるのかな。そうすると最大10センチが変わる可能性あるので、ここの数字も間違いないと思います。ということで今回で、ね、コンサルタントの、データすごく素晴らしいと思います。なのでこのまま採用していきたいと思います。はい、ということで、ね、まあ、今日ね、これで資料の確認終わりましたので、今からここにハンコを押してね OK サインを出していきたいと思います。で通常皆さんに渡すとこんな書き込みなんかしないんだけど、まあ、今回モニターさんでここでいろいろ書き込みしています。まあ、もしかしたら書き込みしたものをお渡しするケースもあるかもしれません。でここで私の印鑑を押して、私がちゃんと見てやってますよってところの、承認をしていきたいと思います。今日はこれで終わりなんですけども、ちょっとコンサルタントに声だけ出演していただきたいんだけど、今回私にこうやって資料提出する前にコンサルタントは大体何分ぐらいかけて私に資料提出してますか？大体約30分ぐらいです。そうですね、30分ぐらいかけてこういった資料で作成していただいて、さらに私のこうやって大体これ撮影しながらちょっとゆっくりなんだけど、大体まあ20分ぐらい、10分か20分ぐらいパワーパワーとチェックしていくような形になります。でコンサルタントだけではなくて、これに対して放射線技師さんの方がね、こう何分もかけてキャスマスの解析をしてもらったりします。でここからさらにこのデータを見
皆さんに見やすいようにこれちゃんと分かりやすいようなデータにして皆さんの方に個別で資料を作成してお渡ししていきますので、ぜひこういったところもご覧いただければと思います。今日はですね、実際のこちら身長先生の身長診断ですね、まあ、約2週間前に受けていただいたんですけども、通常これ皆さんご自宅に結果の方を郵送します。ただ今回モニターさんですので、まあ、ぜひね、皆さんの前で開けていただいて、まあ、こんな資料が入ってるんだなとか、どういう風に読んだらいいかなとか、多分いろんな疑問があると思うんですけど、そういった疑問をぜひ皆さんにぶつけていただいて、はい、皆さんの参考になればと思います。よろしいでしょうか。はい。ただね、身長先生の身長診断のこのキットなんですけど、何が入ってるかってご存知ですか？はい。診断の結果ですとか。うん、そうですよね。はい。あと、こう、サプリの、そうですね、サンプルのサプリメントとか、はい、あと身長先生の身長計とオリジナルの身長計、そういったのもつい最近ですね、ようやく出来上がってきたので、それも入ってます。じゃあ実際に、ね、開封してきてる、いわゆる開封動画ですね、開封動画ですね。はい、じゃあ実際開けてみてください。でこんな感じでたくさんの、ね、資料が入ってますよ。どうですか、何ページぐらい入ってますか。ちょっとバババババとめくっていきましょうかね。そうですね、バババババと。これがすごく分厚いですね。そうですね。ちょっと実際にこうちょっとなんとなく、はい、自己自身の感覚的にこう見ていただいてほしい、はい、あとなんかこのサプリメントとか、はい、身長計とか、はい、あとここですね、この、うん、ここの部分がこの説明のところになるので、うん、まあ、このステップ見ながら一緒に見ていきましょうか、はい、最初ステップ1ってことで、身長先生の身長診断の結果概要資料ってことになります、うん、はい、どれでしょうか。こちらですね。あ、そうですね、はい、ということでその資料で見ていきましょう、はい、ここに書いてありますね、特に4ページからの身長診断で重要ですが、早速そこ見ていきましょうかね、はい、ということで、まあ、ここが一番重要になってきます。で身長先生の身長診断はすごくボリュームがいっぱいあるんですよ。で結局その、はい、私もその身長先生の身長診断やる前は1回最初に来ていただくと大体60分か120分かお話しなくちゃいけないんで、これすごく長いんですね。それが身長のまあ難しいところで、そこをなんとかねお互いの短縮をするためにも僕の身長診断でサービス始めたんですけど、はい、まあ、できるだけ1枚で示すことは難しいんだけども、一応できるだけ示したのが4ページ目になりますので、視聴者の皆さんもですね、まあ、とりあえず届いたら4ページ目を送ってみてくださいってことですね。あの皆さんも大体フォーマットは同じような感じですね。まず骨年齢との関係性とか、はい、あと思春期症状、いわゆる採血の思春期症状がどうなってるかと、あと栄養状態だったりだとか、まあ、もちろんこう異常があれば異常を記載していくような形になります。ただほとんどの場合皆さん異常はありません。であとは皆さん一番注目するのはおそらくこの最終身長の部分だと思うんです、ね、まあ、ここの部分と、あとはそれに対してこのここに書いてあるんだけど、目標に対してどういうふうに取り組んでいくかっていうところの中で、はい、まあ、変な話だけどやっぱりそのサプリメントは比較的まだ値段的にもそんなに難しくないと思うんだけど、はい、やっぱ成長ホルモン非常に高額だと思うので、それをやるべきかどうかっていうのを私の方で一応コメントの方出しておきますので、はい、別に全く強制するような意味じゃないですけども、まあ、はい、そういったのは十分検討してくださいねっていうような説明になります。ちょっとここですね、初診の内容を少し振り返っていきたいんですけど、はい、実はですね初診の時にですね、お母さんの予測をお聞きしております。その時はね、最終予測が145か150っていうのが、お母さんの予測だったので、はい、そうやって見るとほとんど当たってますね。そうですね。ということで見てみると、はい、まあ、今回に関しては驚きが比較的少ない方かなというふうに思います。ここね結構ね180センチになると思ってる子がね165になるとかね、そういったケースは結構多いですので、はい、まあ、今回に関してはそこの差は少ない方かなというふうに思います。で一応今回は目標設定155というふうにお伝えいただいてますので、はい、まあ、その差を見てみると、まあ、少し差があるかなっていうところですね。でちょっとここはさらにめくっていきたいと思います、はい、ということで、まあ、こういった概要があるんだけども、ここの部分ですね、まあ、今ほど通しないんだけど、目標155に対して今の予測だとこんな感じなんで、はい、まあ、差に関して 5.4 センチか何だって、ね、9センチぐらいの差ってことで、はい、まあ、この差をどうやって埋めるかっていうのが、まあ、この次の課題になっていきます、はい、でこれがまあこう、ね、身長伸ばす治療の概略が書いてありますね。成長ホルモンやったりとか、はい、神経を遅らす薬やったりとか、サプリメンターやったりだとか、そういうのを組み合わせてやるんですよってことが書いてあります、まあ、これはまあホームページに載っているような同じような内容ですね、はい、成長ホルモンってこんな治療だよ、縦軸を改善する治療だよとかですね、はい、ちょっと難しいかもしれませんけども、ね、ご自宅で帰って余裕があれば読んでみるといいと思います、はい、神経を遅らすお薬で横軸を改善するお薬ですよとか、はい、サプリメントは縦軸を改善するお薬ですよとか、そういうことが書いてあるので、はい、それは踏まえてなんだけども、ここもまたオリジナルの資料で、10ページ目も皆さん各個人によって内容が変わってきますので、ぜひこういったところもご参考ください。こうやって身長先生成長ホルモンやると最大10センチ改善するよってこと、あと新規に関して言うと、今回まだ、新規の採血の結果上、出てませんので、こちらは治療ができません。サプリメントに関しては、まあ、1、2センチぐらい上乗せできるといいかなとか、そんな風に思っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、金額に関して言うと、成長ホルモンの場合ですね、年間でやると326万円今回かかります。はい、ここも今回、皆さんによって値段変わります。体重によって変わってきますので、ここもよくご確認皆さんください。で、ここもちろんないのなしということで、サプリメントに関しては大体年間20万円くらいかかるかなというところで、まあ、だいぶ値段の差があるんだけども、というところで、
ので、まあ、皆さんがその目標身長に対してどれほどの、まあ、熱意っていう表現もいいか分かんないけども、まあ、どれくらいコストをかけるかっていうのは皆さんのご判断したいかと思います。はい、こういうふうに書いてあります。今後なんですけども、まあ、今回スーパーモニターさんですので、まあ、このままお話ししちゃって構わないと思うんですけど、通常皆さんこれをご自宅の中で見ていただくような形になります。でご自宅の中で専用ボックスをお届けってことで、今このステップなんですよね、はい、でここの部分をまあなんとかこうやって皆さんも読んでいただくと、なかなか読むのは難しいと思うんだけど、まあ、だけどそれでもできるだけ頑張って読んでいただいてってところで、まあ、例えば今回もうこれでいや私治療しなくていいですよってことであれば、こちらですね1年に1回ぐらい検査するといいかなと思うので、まあ、また1年後ぐらいに、まあ、単純に検査だけしていただいて最終予測がこうブレてきますので、まあ、それをチェックするとかそういったところがいいんじゃないかなと思います。あとは例えばなんですけど、こう資料見ていただいてやっぱ難しいじゃないですか、正直言ってね。そうです、なかなか難しいなってとか勉強したいって人も多いと思う。そういった人に関して身長塾っていうような形で、こちらもねまだまだ始まったばっかりなんですけど、現状水曜日のみの開講になっています。今後ね土曜日もそろそろ行けるんじゃないかなっていう準備段階に入ってて、あとはオンラインの方ね、オンラインでも受けられるようになりますので、そこら辺は充実しくと遠方の方だと充実するんじゃないかなと思います、はい、ただそんなに一周にしてできるわけじゃないですので、まあ、そういったところですね。あとは、ここですね、まあ、一番オーソドックスなのはやっぱり治療検討したければやっぱりお医者さんと私ですよね、はい、私と相談すればいいと思います。でただこれね実質無料って書いてあるんだけれども、ここは、一応ね33,000、まあ、今回スーパーモニターさんでお金かかんないんだけど、33,000さらにお金かかるんです、私にさせるときそこだけ十分注意してください。でただ治療が始まった場合は無料ですよっていうそういう説明ですので、ただお話するだけだと3万円取られちゃうよってことだから、まあ、そこら辺よく勉強してから来てねっていう意味になります。というのは私忙しいんだよね、正直言って。だから私がどうしても皆さんの時間をですね、まあ、全部聞いてあげるわけにちょっとなかなかいかないので、まあ、あのかなり心の気持ちが固まってから来てそうで固まるまではちゃんと勉強しないと、はい、まあ、資料を一応読み込めば一応分かるはずですし、まあ、YouTube もかなり上げてますので、はい、そういったところ見てねと。でただあのやっぱりだけ個別で相談したいって人も多いと思うんですね、個別で、はい、で個別の方に関して言うとこういった、オンラインで、コンサルタントが、個別相談に乗ることもできますので、まあ、あのここどうなのあそこどうなのとかそういったのを、まあ、個別で相談することもできます。あとはこんなのもありますね、新潮先生のホームワークってことでなんか宿題があるんですけど、ちょっとなんとなくやってみましょうかね、はい、新潮先生式成長ホルモン治療やった方がいいかっていうところでなんかこれやってみましょう。新潮は人生より重要だ、イエスはノー、イエスですね、まあ、やってみましょうかね、はいはい、次はものすごく身長伸ばしたい、これで意外とですねあの脳の人もいらっしゃるんですね。あ、そうなんですね。特に身長診断になってから結構気軽に受けることができて、ああの、まあ、いわゆるその最終診断を知りたいって人も多いと思うので、まあ、そこもね、はい、あのよく、まあ、あのあるあるなパターンだと思います。で、はい、私いつも繰り返しお伝えしたいけど別にあの治療強制してるつもりとか一切ないですから、はい、あの皆さんのご希望を、叶えてあげたい、そんなふうに思ってますし、はい、そこ心配しないでください、はい。次、目標身長って5センチ以上差ありました、どうでした？ありましたね。ですね、ってことでこれもイエスですね、はい、ですね、身長先生式成長ホルモン治療に効果が3センチ以上、今回何センチ上乗せでしたっけ、3センチから10センチ、そうですね、はい、そうでもこれもイエスですね、ですね。次、今回で量的な異常ってありました？なかったです。そうですね、実際なかった、これもなしでいいと思います、はい、身長伸ばして海外で活躍するこんな項目もあります、すごいですね、うん、これはどうです、はい、そうです、まあ、間ぐらいかな、そう、まあ、そういうこともあるかもぐらいかな、次、身長伸ばして自信にあふれた人生を送りたい、これどうですか、はい、これはイエスですね、はい、じゃあ、はい、ぜひイエスにつけましょう、はい、次、身長伸ばしてかっこいい大人になりたい、これどうですか、はい、これもイエスですね、イエスにしましょう、はい、次、両親の身長低くて子供に身長に悩んでほしくない、これどうですか、これは、でも私はイエスですね、はい、はい、となると、一応今回は9個中8個イエスなんで、はい、イエスなら8個って一応書きましょう、8個、はい、ということで、これ1個以上だったら検討しましょうということで、まあ、やっぱり一応そういうのも一応検討されるといいと思います。で、もちろん、まあ、繰り返し言うんだけど、あのやることが大事なんじゃなくて検討することが大事、やっぱりその、まあ、今回10歳8ヶ月なので、まあ、変だしまだ全然いいんですけど、ただこれやっぱりその1年後ってやっぱ状況また変わってて、1年後ってもっと厳しくなって、2年後もっと厳しくなってて、そのタイミングを逃すとどん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 その、まあ、いわゆる後悔しちゃうから、はい、私たちは皆さん後悔だけしてほしくないけどね、だからそれを、まあ、こういったシートを使いながら皆さんもねよく考える機会を設けていただくといいと思います、まあ、ここら辺はよくある質問ということで、まあ、あのよく書いてあります、はい、どうですか、なんか今の段階で、まあ、今回成長ホルモンまで検討されてないのかもしれないけども、まあ、一応その視聴者の
大連としてなんだけど、はい、どんな質問が思い浮かびます、まあ、金額を書いてありましたよね、はい、効果も書いてありましたよね、はい、どんなことが心配ですか。あとはあの YouTube で拝見したんですけれども、うん、成長ホルモン治療を始めるとしたらやっぱりどのぐらいまでっていうのはやっぱりありまして、うん、まあ、その個人的な効果とかまああると思うんですけれども、うん、YouTube で拝見したのはやっぱり1年以上、うん、まあ、2年までくらいということで先生がおっしゃられてたので、うん、そうですね、ここの3ヶ月だけ治療したいんだけどってことで書かれてるけど、最低やっぱ1年はやっぱりやらなくちゃいけないから、はい、1年は最低で、はい、推奨に関しては2年間、ね、2年間やると 6.3 センチ上乗せできたっていうデータが私たち持ってますので、はい、まあ、6センチからと人生変わりますよね、結構ね、大きいですね、ということで、はい、2年ぐらいやることを一応推奨してますよというふうにご理解いただくといいと思います、はいはい、他あと何かご質問ありますか。やっぱりこう、まあ、こちらにもあるんですけども、うん、副作用ですね、うん、そうですよね、はい、でこういった副作用に関してこれやっぱりね、うん、結構この、 厳密性が問われるあの回答としては、その我々とし、うん、私たちあんまり曖昧なことをパッと言うよりは、はい、やっぱちゃんと理解してほしい。こういったのはやっぱり実際の診察で個別でしっかり説明していく、もしくは身長塾ですね、はい、塾でやっぱこういったところを細かく論文を用いて説明していきますので、はい、まあ、ぜひそういったところを聞いていただくといいと思います。ただでそれをね、一言で言ってしまうと、身長期の歴史から言えば大きな副作用はあまり認めていないので、まあ、うちのクリニックにおいてもですね、大きな副作用の一例も認めていないのは事実なんだけど、はいはい、ただなんていうかな、副作用ないよとかそんなこと言うような内容ではないですので、うん、やっぱそこはよくね、はい、理解していただくといいと思う。理解に関しては身長塾とかコンサルタントの個別のね相談とか、まあ、私と、直接話したければ、まあ、お金さえいただければちゃんと説明しますので、はい、そういったところご理解いただくと、ただ基本的にはあんまり、まあ、正直言うと今見てるタイプの子に関してはそんな心配ないと思いますね。ちょっと次のページも見ていきましょう、はいはい、まあ、こんな感じでお問い合わせ先とかで、はい、まあ、今後なんか心配なことあったりすれば公式 LINE とか、はい、まあ、お電話等でご相談いただくといいんじゃないかなと思います、はい。でこれが、今見ていただいたこの身長先生の身長診断の結果が良しと、これが一番大事な資料なんで、お疲れ様です。パチパチパチ、はい、ただですね、先ほどお伝えした通りなんだけど、はい、よし、ここの部分見てみましょうね、はい、ステップまだ1が終わっただけと、234と順番に見ていきたいと思いますので、ちょっと、はい、いきましょうかね、はい、はい、で2番ということで、身長先生式サプリメント服用方法と書いて、これちょっと一緒に見ていきましょうかね、はい、じゃあ内容見ていきましょう。どんなものが入ってますかね。そうですね、鉄とかビタミンの D とかね、はい、あとはマルチビタミンとか、あとアミノ酸と書いてます。実際ですね、栄養補充療法が始まるときは、アミノ酸と鉄とビタミン D と亜鉛になってきますけども、はい、まあ、ここでいわゆるサンプルになってくるので、まあ、それに類似したような内容になりますので、はい、お子様の場合でやっぱりね、飲めるか飲めないかすごく大事だと思うんですね。これが大体飲めれば、はい、大体本番のやつも飲めますので、そういった意味で、まあ、リラックスして飲んでみてくださいね。そんなふうにご理解ください、はい、じゃこの下にサプリメント実際入ってますので、ちょっと実際袋開けてみましょうか、はい、あ、はい、じゃこれは後でもし時間があれば一緒に飲んでみましょうかね。はい、はい、いいと思います。じゃこれでステップ2が終わりましたの で、はい、で今度ステップ3見ていきましょうかね、はい、ステップ3なんだけど、成長シート と、あとは身長計が入ってるって書いてあるんだけども、はい、身長計今見ちゃったけども、はい、成長シートが入ってるって書いてあるんで、それも見ていきましょうか、ね、はい、と、はい、いうことで、こういうふうにね A3 で、個別で皆さんの成長シート作成しておりますので、はい、まあ、ぜひこちらの方もご確認ください。でここの方にこう最終属がまた改めて書いてあります、まあ、ここに書き込むパターンは、これはこうモニターさんが書き込んでるけど、普段私ここまで書き込まないかなと思う。ただたまにちょっとラインがペッと入ってたりとか、それぐらいだと思いますけど、はい、まあ、大体こんな、これもなんとなく過去の動画とかなんとなく把握してますかね、はい、はい、というところで、これはね、初めて見る人に関してはこういった成長シートの使い方っていうのもお出ししてますので、まあ、こういったのを見ながらまたご理解を深めていただくといいんじゃないかなというふうに思います、はい、身長計を見てみましょう、はい、身長計がどうですかね。あ、こちらの方ですね、はい、ということで、これもね、ご自宅で身長が測れるようになりますので、ぜひね、もしうちで治療される場合、うちでこの定期的に見ていくんですけど、やらない場合はこういったのは家で測っていただいて、で先ほどのこう成長シートの方ですね、ここにこうまたマーキングをこう色塗ってっていただいて、はい、まあ、どんどん作成を続けていただくといいかなと思います、うん、まあ、これ超音波なので、まあ、変な話だけどちょっと少しずれますやっぱりね。ただやっぱり大事なのはやっぱ定期的に測っていくっていうところが大事なので、まあ、ぜひそういったのをね活用いただくといいと思います。じゃあごめんなさいね、もう一回ステップ4に戻りましょう。ステップ4で、あとは採血とか、レントゲンの結果が入っているので、ちょっと見ていきましょう。採血レポートどうですか、何ページがこれもありますか、ね、はい。これが表紙がこちらで、2ページ目がこちらですね。で、下にいろいろ検査結果のお知らせと、ね、あとインボディ。体組成分析ですね、インボディの結果ですね。はい、と、あと骨年齢のキャスマスの、パソコンの方の解析のデータですね。と、実際のレントゲンの写真と、側腕のデータと。は
ですね、はいはい、ということで、まあ、これに関して言うと、まあ、ハイレベルというか、まあ、どれくらいあの皆さんがご興味おありかどうかっていうところでこの内容をどれくらい読み込むかっていうところなんですね。採決の方をちょっと見ていきましょうかね、はい、こちらの方に関して一応こういうふうに細かくですねどの項目がどういった意味合いになってくるのかが書いてあります。これはその採決の結果の原本になりますので、はい、まあ、その原本の内容が書いてあります、はい、でこちらが体組成分析の方ですね。体組成分析の方だと結構皆さん体重を測る機会あると思うので体脂肪を測る機会あんまりないと思うので、まあ、ここをよく皆さんチェックしていただくんじゃないかなと、はい、今回 19.8 なので別に全然問題ないです、はい、なので、まあ、このままでいいと思いますので、まあ、これ以上太りすぎたりとか体重が痩せすぎたりとかしないようにしていただくといいんじゃないかなというふうに思います、はい、これは骨年齢の方ですね。骨年齢の方こちらの方は書いてあるんだけど、まあ、気にしなくていいです、まあ、そういったデータがあるよというふうにご理解ください、はい、でレントゲンの検査ってことで、まあ、ここら辺はあの、まあ、興味がある見てくださいねというところになります。でこれでステップ 1,2,3,4 というふうに終わっていきましたので一応これで一旦お疲れ様ですということで、どうですかね、はい、まあ、全体通してなんだけど、まあ、結構難しかったですか、どうですか。そうですね、栄養素の名前とかその足りないものの名前とか そういうものとかやっぱり具体的に勉強してないとそうですね、わからないことが多いかなと思いました。と、うんうん、いうことで、まあね、なかなかこれすぐ理解しなくてはいかないと思うので、まあ、こういったのを元にしていただいて、はい、ぜひ、ね、たくさんこうコンテンツがありますので、はい、そういった動画とかを見ていただきながらとか、はい、あとは身長塾ですね、そういったのもぜひご参加いただいて、はい、学習進めていただければと思います。あとですね、ちょっと今日がですね、実はですね、8月の16日になるんですけども、はい、もうすでに受けていただいた方に関して言うと、後日発送になってくるんですけども、これから受けるに関して言うと、すぐお渡しするか、ちょっとそのお渡しするタイミングちょっと今いろいろ考えてっていうのも結局これボリューム多すぎじゃないですか、はい、でそれに今この生活習慣の指導、はい、もうこれが大体これがもう40ページ間だかな、すごい、これ何をしなさいとかいろいろ書いてあるんだよねとか、あとは宿題って言ってこれ問題集になってるの今度は、ね、問題集もこれで100問以上なんだけど、はい、こういうふうに問題もあってってところで、まあ、我々としては資料いっぱい持ってるんですよね。だからこれを一気に皆さんに渡ししちゃうかっていうのも時間差で、まあ、1週間後2週間後にちゃんと読んあの見てますかリマインドする意味で送るかとか、ちょっと送るタイミングはちょっと考えてるんですけど、ただこういった生活習慣とか、はい、こういった問題集もお渡ししていきますので、はい、まあ、本当勉強できる環境はたくさん整ってますので、あとは、ね、皆さんのやる気次第ってところになります、ね、ということで、まあ、この間今日開封動画やっていきました。皆さんいかがだったでしょうかということで、今回 S さんに関して言うと、一応もう先ほどちょっとお聞きしたんですけど、サプリメントご希望ということで、はい、まあ、それ実際に少し始めていきたいかなというふうに思います、はい、でサプリメント4ヶ月おきの、経過観察になりますので、はい、まあ次は一応4ヶ月後いらっしゃっていただくといいかなというふうに思ってます。でここでちょっと最後になんですけども、ぜひですねその S さんの声をですね皆さんに届けたいんですけど、どうですか、まあ、S さんは幸いもそんなに遠くなくて、埼玉、にいらっしゃるんですよねってことで、ただこれ身長先生の身長診断を私としてはこれぜひ全国の人に受けていただきたいと思うんですけど、どうですか、そう思いません？そうですね、うん、やっぱりこう先生のように、うん、専門的にこう見ていただける先生に見ていただくのが一番いいと思いますし、うん、やっぱりそういうことをご存知じゃない方もたくさんいらっしゃるので、うん、そうですよね、はい、特にこの身長診断で受けてマイナス皆さんはっきりないですからね、ないですね、うん、知って損はないですからね、あとはどこまでアクションするかは皆さんのそれぞれ選択だと思うんですけど、やっぱりまずはね検査受けてみるっていうところで、はい、ぜひねこういったのね全国に協力してください。お医者さん今ね私たち探してますのでそういった声をね患者さんからもたくさん上げていただけると私たち嬉しいです。じゃあ実際に、ね、治療で、ね、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。身長コンサルタントです、お願いいたします。で栄養補充療法ですね開始ということで、まあ、先生からちょっとバトンタッチして私の方から説明になります、はい、で今日、処方されているのはこちらのアミサミノ酸、ヘム鉄、亜鉛、ビタミン D ですね、まあ、これは体重によってやってきます、はい、で今日の見方としましてはまず必須アミノ酸が1日1本夕食後になります、はいはい、でこれ粉のまま飲むと結構苦いです、うん、お子様続けられない方多いので、はい、できれば氷水とかにこう溶かしてもらうと、うん、溶かしてカシャカシャって回してもらうと、まあ、グレープフルーツジュースみたいな味もするってなってるんですけどそれでもやっぱグレープジュース好きなグレープフルーツジュース好きな子供いないので、体脂肪率が多くない子はヤクルトとかカルピスとか、またはなんか別のお母さんとかとなんかスムージー夜とか飲ましてますって子いるので、いろいろ飲み方試してみて、はい、頑張って飲むようにしてみてください、はい、で次
亜鉛ですね。こちらが1日1錠夕食後に、はい、噛んで食べても問題ないですか？そうですね、大丈夫、はい、すりつぶしたでは大丈夫です。はい、わかりました。で、結構次鬼門だと思うんですけど、はい、椅子ですね、結構大きいものになっております。これカプセルタイプなので、はい、出してもらったら結構鉄の粉ブワーって黒に出てくるんですけど、まあ、それでもやっぱ苦かったりとか無理っていう子結構多いです。はい、で飲めないと、まあ、このサプリたちって当院をかかってくれた方でオンラインで購入っていう場合もできるんですけど、はい、ちょっとあのサプリじゃなく薬っていうのはやっぱ鉄大事ですので、はい、このインクレミンシロップっていう鉄をちょっと飲めない子たちにはやってみます、はい、ただこのちょっと鉄のシロップも独特な味しまして、まあ、飲めることと飲めない子結構差が激しいっていうので、これは、まあ、1日、4ml ですね。これ夕食後に飲んでくださいっていうことですね、はい、こういったね、あのサプリ内服方法っていうのをお出しします。で、基本的な考えっていうのがサプリメントで食事の栄養補助するものなんで原則いつ飲んでも問題ないです、まあ、ただし鉄とか亜鉛とかは日内変動すごく強いんですね、まあ、でもし今後増量していきましょうってなった時は、まあ、朝と夜にどっちも飲んでくださいねっていう場合もあるんですけど、なんか朝バタバタして忘れちゃうとか時間ないからっていう時はもう夜1個だけ大丈夫ですので、はい、いい感じですね。まあ今は夜だけなので夜だけ飲み続けていきましょうっていう説明になります。わかりました。はい。